糸井川市役所は、日本の地方公共団体である、糸井川市の組織が入り執行機関としての事務を行う施設。本庁舎の周辺には、糸井川市民会館、糸井川市民図書館、糸井川歴史民族資料館、糸井川市亀が、岡体育館が所在する。また、大見事務所、農事務所が設置されている。 1954年に糸井川市が新設された際は、城野川右岸にあった旧糸井川町役場を市役所に当てていて、本町と分室に分散している状態であった。その後1958年5月26日に糸井川警察署が移転したことに伴い、その跡地に市役所を建設した。新庁舎は地下1階、地上3階建てて、 屋上には市内を一望できるボールを備えていた。1982年3月に策定された新総合計画に基づき、現在地での現庁舎の建設準備が始まり、1993年1月に着工し、1994年9月20日に地上7階建ての現在の市役所庁舎が竣工、同年10月17日に現庁舎での業務が開始された。 同年11月10日には、市政志向40周年記念式典と並行して、原子役所の竣工式が隣接する市民会館で開催された。ありがとうございます。